こんにちは、翔太です。今回はですね、工芸の性能解説やっていこうかなと思います。まあこのキャラクターなら見せても大丈夫でしょうというところで、やっていこうと思います。まあやっぱりですね、弓小脳で花のキャラクターでしたね。で、奥義ですね、結構多くて、まあ結構多いけど MR だらけなんで、まあ難しい奥義ではあるんですけど、バリア崩壊、1.5% の奥義と、敏捷値レベル ×30、砲術会心ダメージに対して 5% の奥義と、会心値レベル ×30、ダメージ反射耐性 3% で、バリア崩壊 2% か、結構でかいな、バリア耐性崩壊への奥義が解放できるようなものになっているので、まあバリア崩壊ですね、かなり大きいところになってくるかなと個人的には思います。それではですね、まず武器見ていこうと思います。 MR の武器が体力レベル ×280、 攻撃力 21%、 防御貫通 1100。UR1000 の武器が体力レベル ×260、 攻撃力 19%、 防御貫通1000となっているので、まあ、サブアタッカーで使うなら無理に武器を作る必要はないかなと思います。まあ、もちろんメインで使う場合は、体力値ついておりますので、武器を作った方がいいのは間違いないと思いますね。それではですね、スキル見ていこうと思います。で、ちょっと私さっきちらっと見たんですけど、残影なかったですね、パッと見。まあ、ちょっと見ていきましょうか。お、すごいパッシブ。攻撃力が 70% 増加、敏捷値がレベル ×360 増加というところで、攻撃力のパッシブ値が上限突破してきましたね。その代わり HP が 60% か。なるほど。まあ、5% 攻撃力に振ったっていう風な感じですね。なんかこれは残影を持っていたらありな気がするんだけど、どうなんだろう。耐久面を落として、まあ、火力に全振りしてるって感じか。で、状態性が 75% 増加と。で、この後神器あるんで、まあ、状態性はこれだけでは終わらないので、まあ優秀かなとは思います。なんかちょっと手抜きになってきてません、運営さん。なんか気のせい。敏捷値の2倍分筋、知力ダメージをカット。でですね、パッシブさんですね、まず精霊覚醒が、自身がバナーにいるとき味方が敏捷値の2倍分知力ダメージをカットできると。で、冷血状態は解除されないっていうのが精霊覚醒っていうのかな。まあ、あのこのキャラクターがいるだけで冷血状態は解除されなくなると。で、出陣時、戦闘終了まで自身が神器状態と軽眼にも入ることができると。まあ、なんか神器に入る、ちょっとこれ手抜きすぎですよ、3キャラ連続神器状態は。ちょっと便利ですよ、神器状態のステータスアップって。状態性 50% 上がって、ダメージ 65% カットして、攻撃力 50% 増加となるんですけど、いやー、それ状態性も上がってダメージカットもして攻撃火力も上がるんなら便利な白バフだとは思いますけど、いくらなんでも手を抜きすぎだとは思いますよ、さすがに。で、この軽眼状態は敵の無知を無視して攻撃していくことができるようになるので、まあ最近ですね、無中で耐久を作っていくキャラクターもめちゃめちゃ増えているんで、まあようやくですね、まともな軽眼キャラクターが来たなというふうな印象です。まあ、なんで状態性合計 125% 上がるんで、まあ普通のキャラクターに比べるとかなり状態性高い部類になるかなと思います。あ、なんや、命中された時、敵が復活あるいは撃破された時の攻撃を除きますが、受けるダメージが自身の上限の 5% 上回る場合、一旦内で玉壁状態になる。あ、そういうこと。 5% なんで、もうほとんどの攻撃を2回に1回無効化できるって感じですね。まあ、ワンパンされちゃうと意味ないものにはなってくるんですけど、まあ、軽い攻撃でも2回に1回玉壁で攻撃を無効化することができそうっていうのは非常に優秀かなと思いました。で、ちょっとめっちゃ長いんですよね。味方のアクティブスキルが敵に致命ダメージを与え撃破できなかった場合、なんで、まあ、致命ダメージ無視による復活された時ですね、その敵を1回追加攻撃し自身敏捷値の25倍のダメージを与える。これはあれだな、核挙兵みたいな動きですね。面白い動きで流行らなかった核挙兵みたいな動きです。いや、ちょっと待って、好きだな、私結構好きだぞこのキャラクター。で、追加攻撃前に 100% の確率で一旦相手敵を感知状態にすると、この感知状態は命中率状態性が減少で、付与者への余ダメージが減少し、だから付与者への余ダメージが減少、感知状態の敵のキャラクターからこちらが受けるダメージが減るし、付与者から受けダメージが増加、なんか付与者からの受けダメージが増加、
付与者への受けダメージが増加じゃない、なんか日本語おかしいような気がするけど、まあ相手から受けるダメージは減って相手に与えるダメージは増えるだと思います。でターン数が多いほど効果が高くなって、ターン累積していて最大4ターンまでですね累積していくと。まあただ1ターンずつっぽいですね、この追加攻撃に関しては。まあしかも、そもそも条件として致命ダメージ復活もか、失礼しました、復活もですね、この書き方的に、まあ、いかんせん、まあ、復活ないし、致命ダメージ無視による復活、まあ、復活をした際に感じず状態を付与できるっていう風な感じです。で、まあ、なんで、まあ、例えば、妖精みたいに、ある一定の HP を下回ったら回復みたいなキャラクターには効かなそうですね。で、命中率と状態上耐性を 10% かける感じずの残りターン数減少。微妙じゃない ?10% ですよね。最大 40% ですよね。で、付与者への余ダメージを 15% かける感じずの残りターン数減少なんで、まあ、相手から受けるダメージも最大 15% から 60% の間でカット。で、付与者から受けるダメージは、10% かける 40% ですね。1.1 倍から 1.4 倍にダメージとしては、相手に与えるダメージとしては増えていくと。で、自身の残り HP パーセンテージが敵より高い場合、ダメージが倍になるんで、まあ、敏捷値の50倍与えれる時もあるって感じですね。まあ、HP 勝負で勝っていれば50、そうで、まあ、残り HP 勝負か。で、勝っていれば、敏捷値の50倍、めっちゃでかいな、のダメージを与えることができると。で、ここからが、まあ、復活関係ですね、致命ダメージ系ですね。自身が致命傷を受けたとき、致命ダメージを無視、自身の異常状態をすべて解除し、80% の HP を回復と、100% の確率で2ターンの間敵を感じず状態にさせ、命中率と状態上耐性を 10% かける感じずの残りターン数減少、付与者への余ダメージを 15% かける感じずの残りターン数減少、あ、一緒ですね、効果としては。まあ、なんでこの書き方的には、まあ、致命傷を与えたですね敵キャラクターに、感じずを2ターン付与するっていう風なものになっているので、まあ、基本的にばらまくタイプではないですし、感じずのターン数も結局これ敵の致命ダメージの回数だったり復活の回数に依存してくるんで、まあ、1ターンとか2ターンとか、まあ、4ターン付与するってことはなかなかないんじゃないかなと思います。まあ、よっぽどボコボコにされてる時ですね、このキャラクター名前なんだったっけ、工芸が、ボコボコにされている相手には4ターン付与できるかもしれないですけど、それもですね、まあ、4回までしか発動することができないんで、どうなんだ、なんか感じず自体スキルにある感じずないっすよね。なんで正直微妙かなと思いました。で次に最後に、物理回心ダメージ耐性 65% 状態上耐性無視が 65% スキルにないんだ。感じず状態はどうせ、いや、ここが罪悪状態なら、状態上耐性無視、ここに 65% あるのは有効なんですけど、これ感じずだから無条件で付与できちゃいますもんね。で、敏捷値の3倍分攻撃力がダメージをカットと。しかも、ダメージカットとしては 65% だけですよね。まあ、感じず状態にすればちょっと減っていくんですけど、まあ、感じず4ターンにしたらダメージとしては、まあ 60% ダメージカットまでいくのか。まあだから 65% と 60% ダメージカットで、何歩ぐらいだろう、まあでも 85% ぐらいかダメージカットはできるっていう風な感じですね。いや、でもそれはちょっとなかなか達成しにくいような気がするけど、で、まあ、アクティブスキル見ていきます。敏捷ダメと攻撃力ダメですね、2つあります。どちらも2つあるので、まあトライブリッド攻撃で優秀かと思いますね。あ、で、一応こっちには結構罪悪状態ついてるんだな。いや、それだったらでもこっちに乗せ、いやー、ちょっと何なんだろう弓章だな私は好きだけど。まず4ターンの間ですね、自身が冷血状態になると。で、この冷血整合っていうのが回心率が 15% 上がるっていうのと、敵の挑発と長老を無視することができるんで、まあ、しかもこれ解除できなくなるんで、このキャラクター自身は、まあ、軽眼もあるっていうところで、もう敵の引き付け関係ですね、引き付けとか玉よけ関係ほとんど無視できます。不可視は無視できないのか、不可視以外ですね、基本的にもう問答無用で攻撃していくことができると。で、攻撃、そういうタイプなら範囲攻撃というよりかは、1名を攻撃してほしいんですけど、どうですかね。体力値が最も低い敵4名、範囲攻撃やんけ。範囲攻撃やったら、
え？あ、まあまあまあ、なんかちょっとやばいこと書いてる気がする。まず体力値が最も低い敵4名に 900% の、物理ダメージ。900って結構でかいな。で、敏捷値の14倍、最大攻撃力いいねの 80% のダメージが入ると。で、毎回攻撃後ですね、 100% の確率で4ターンの間敵を盲目罪悪にして、さらに命中値を 80% 減少か。なるほど。なんで、まあ結構命中率は下がりそうですね。まあただちょっと状態と対戦無視が 65% しかないのが気になりますけど気になりしかしないなで、余ダメージを 40% 減少で、攻撃が命中しないたびに余ダメージを追加で、10% 減少と。余ダメージを減少、こっちはなんて書いてある。ああ、まあ、運営としては書き方一応統一されてるんだな。で、最大 30% 追加減少可能なんで 70% ダメージカットと。ああ、なるほどね。なんで、まあ、65%、60%、70% ダメージカットまで最大持っていくことができるんで、まあ、90% 以上ダメージカットはあるっちゃあるんですね、一応。なるほど、わかりました。で、さらに、知力値が、知力値が最も高い敵と、敏捷値が最も高い敵か、ちょっと筋力値も書いてあるかと思って、ちょっと焦りましたけど、まあ、でもすごいな。それぞれ4回追加攻撃。まあ、しかも長老とかには引き寄せられないんで、もう本当に、まあ、でも今だったら、知力値は、まあ 99% マーリンでしょうし、敏捷値は誰だろうな。まあこのキャラクターになるのかな。まあ相手にいるなら、を4回ずつ追加攻撃すると。なんで合計12回攻撃できますね。優秀だと思います。で、毎回攻撃前、追加攻撃前、自身の HP 上限が敵より高い場合、あ、必中になるんだ。このキャラクターがこのキャラクターを殺しに行ってるけど大丈夫マジか。あ、HP 上限。HP 上限?HP ちょっと低いからな、このキャラクター。なるほどね。まあ、必中になりますよと。まあ、ちょっと戦役とかでは使えない、使い物にならなくなっちゃうんで微妙ですね、ここは。で、自身の敏捷値が敵より高い場合、100% の確率で敵の有益状態、あるいは、生後状態を一つ解除。まあ、敏捷値勝負なんで、弓章、いや、ちょっと待って、でも、桃地の方が敏捷値高くなるような、多分。やばい、名前忘れたけど、トキン状態か。あれで、あの、敏捷値上がってるんで、このキャラクターの敏捷値パシブ普通なんで、別に、敏捷値勝負で、桃地には勝てなそうですね、正直。まあ、K には余裕で勝てるでしょうけど、うん、ちょっとそこは気になるな。まあ、でも、弓章以外なら、基本的に生後解除は一つ行っていけるのかなと思います。最大12個ですね、解除できると。なるほど。まあ、HP 上限も通常の MR は 58% が多い中、このキャラクター 60% なんで、まあ、そういった意味では純 MR には HP 勝負 していける可能性高いですけど、 MR 制同士の戦いになるとちょっと厳しいところはありますね。で、全ての攻撃を4ターンの間、味方6名を雷火聖護にして敏捷値の 3.5 倍分攻撃力ダメージをカットと。で、自身が総ダメージの 30% の HP を回復。で、次がスキル2ですね。敵6名に 800% から 1600% の物理攻撃を与え、さらに自身敏捷値の8倍から16倍と最大攻撃力 50% から 100% のダメージが加算される。場内敵生存者が少ないほどダメージが高くなる。敵 残り HP パーセンテージが、最も低い敵を4回集中攻撃する。撃破後、攻撃対象を再選択。毎回追加攻撃前、敵の残り HP が 50% より高い場合、ダメージが倍になり、100% の確率で2ターンの間、敵を遠征、罪悪にすると。これは命中された時に、相手が、まあ、HP 吸収ですね、できるようなものになっています。まあ、HP 吸収が減ら、まあ、風魂との相性はいいですね。風魂だと HP 吸収 150% 減らされてしまうんですけど、そういった状況でも回復できるようになります。で、命中された時、相手がそのダメージの 20% の HP を回復というふうなものになっているので、まあ、あって損はないかなと思います。まあ、範囲攻撃になっているんで、まあ、敵 1、2名ぐらいには付与できる可能性があるってことを考えるといいんじゃないかなというふうには思いますね。まあ、合計そうか、6名と4回集中攻撃で10回攻撃なんですね。てか、こっちは集中攻撃なんですね。
ああそういうことか、 HP パーセンテージが復活とかで低くなっ、また高くなった時に別のキャラクターを攻撃しないためか。このキャラクター敵の引き寄せ効かないのになんで集中なんだろうって思ったけど、そういうことですね。で次がなんだ、あ、敵の HP が 50% より高いとダメージ倍と遠征で、50% より低いと敵の残り HP が低いと自身がそのダメージの 100% の HP を回復。敵の HP でそこを選択するんか、面白いな。で攻撃後 50% の確率で2ターンの間敵をめまい罪悪、あ、まあ、2ターンめまい罪悪は強いな、強いけどって感じだな。回避と 30% 減少して、すべての攻撃を4ターンの間、味方6名をおぼろ突き生後、敏捷値の 2.5 倍分知力ダメージをカット状態にするという風なものになっています。ちょっと反応に困るな。なんか強いことは間違いないんですけど、弓将らしさがないですね。何がしたいんだろう。まあめちゃめちゃダメージカット全部合わせると 90% 以上ダメージカットはできるんで、まあただそれをするためには敵に盲目罪悪をばらまかないといけないんですけど、敵に盲目罪悪をばらまいたところで、まあ馬長も取れってことかな。馬長って確か盲目と虚弱解除できない状態にできましたよね。有益状態じゃないわ、生後状態で、ちょっと名前今度忘れしちゃったんですけど、あ、これ血伝、これで虚弱と盲目解除不可にすることが連携スキルでできたと思うんで、それと組み合わせるのかな。いやにしてもだな、いやなんか私は結構面白いキャラクターなんで欲しいなって気持ちはあるんですけど、まあそうか、あと2回、2回ダメージカット、ダメージ無効化があるってことを考えると、まあ実質そこでも 50% ダメージカットと思うと、まあ 95% ぐらいダメージカットできるのか。めちゃめちゃ硬そうではあるんですけど、実際は硬くなさそうですよね。じゃあ正直常時発動しているのは 65% ダメージカットだけなんで、この完絶状態っていうのも、ターン経過で減っていくものになるんで、正直そんなに機能する気がしないですよね。ま、いや例えばマーリンとか4回致命ダメージによる復活できると思うんですけど、4回だっけ、結局それ全部発動した時にようやく4ターン分付与できるって感じなんで、いやめっちゃ強いんですけど、罪悪状態もなんかいっぱい乗せてくれてるけど、状態状態してむし 65% しかないし、正直まあスルー案件かなとは思いますが、めちゃめちゃ強いキャラクターで、まあ、弓将の MR 性を待っていたっていう方はぜひ取っていただくといいと思います。私も、まあ、正直欲しいです。正直欲しいんですけど、次回反響もないし、まあ、基本的にはいいと思いますって言って次回反響始まってたらどうしようかと一瞬思いましたけど、次回反響ないですよね。やっぱり次回反響ないので、まあする案件かなとは思いますね。まあ欲しい方は取って後悔するキャラクターではないと思うので、全然取ってもらえばいいと思うんですけど、まあせっかくならこれで残影あってくれたら、万々歳だったかなとは思うんですが、ここに残影乗ってもいいと思いますけどね。うん、と思いました。冷血より残影の方がよっぽど大事だったような気はします。まあこれで今回の動画は以上にしようと思います。これからも放置少女の動画を上げていくので、メンバーシップの登録、 Twitter のフォロー、高評価、チャンネル登録、スーパーサンクスよろしくお願いいたします。